今ゆっくりと長野駅の5番ホームに入線しました。こちらがリゾートビューふるさとです。あと5分で出発してしまいます。早速乗り込みましょう。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。ぜひ、この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。また、新しい旅行シリーズが始まりました。この映像を撮っているのが、2022年11月中旬ということで、本格的な紅葉シーズンがすでに始まっています。ですから、今回の旅行シリーズ、タイトルも本当にわかりやすく、紅葉満喫編にしました。ちなみに現在地は、長野県長野市の長野駅の5番ホームにいます。今回は、この長野駅を出発地として、北アルプスを北上し、途中、富山県魚津市に立ち寄ってから、最終目的地の金沢を目指します。それで、この紅葉満喫編の記念すべき第1話なんですけれども、主役は JR 東日本の観光列車、リゾートビューふるさとです。この観光列車、リゾートビューふるさとについて、簡単に説明をしたいと思います。リゾートビューふるさとは、長野県内で運行されている JR 東日本の観光列車です。通常の乗車券に加えて、指定席券が必要です。指定席券のお値段は大人1枚530円となっています。車両編成なんですが、使われている車両は HBE300系 気動車です。この車両の2両編成で運行しています。停車駅については、現在地の長野駅、次が篠野井駅、小バス停駅で、途中で松本駅に立ち寄ります。松本駅の次が小高駅、信濃松川駅、信濃大町駅、白馬駅、そして終点は南小谷駅です。途中条件付きで通過する駅があります。赤石品駅は7月から9月以外は全て通過してしまいます。で、今回乗車では立ち寄る信濃松川駅なんですが、安曇野千尋記念館が休館する12月から2月については通過駅になっています。簡単にですが、リゾートビューふるさとの概要としては以上です。何しろ今回は僕も初めての乗車利用なので、あまり深く考えずにとにかく楽しみたいと思ってます。それからまあ YouTube ご覧の皆さん、観光列車で楽しむ旅行記という再生リストをご用意していますが、このリゾートビューふるさとの鉄道旅行もこの新しい仲間に加わりますので、以前配信したものと一緒に楽しんでいただければとても嬉しいです。リゾートビューふるさとはこの5番ホームに入線します。一緒に信濃地の紅葉を列車の旅を通して楽しみましょう。時刻表にリゾートビューふるさと表示されました。9時46分に長野駅を出発します。本当に楽しみですね。ちなみに現在の時刻が8時10分で、入線は9時36分と聞いてます。結構タイトなスケジュールですね。さあ、果たして上手に撮れるでしょうか。紅葉満喫編第1話、リゾートビューふるさとによる鉄道旅行。実はかなり個人的に力が入りすぎてしまいまして、想像を超える大ボリュームになってしまいましたので、本当に申し訳ないんですけれども、前半を長野松本編、後編を松本南小谷編と題して2話構成でお届けしたいと思っております。どうかご了承ください。それでは紅葉満喫編第1話、リゾートビューふるさと長野松本編をお楽しみください。今ゆっくりとリゾートビューふるさとが長野駅の5番ホームに入線しました。楽しみだな。これからどんな旅ができるんでしょうね。こちらがリゾートビューふるさとです。あと5分で出発してしまいます。早速乗り込みましょう。展望シート、後でじっくり見ましょう。じゃあ乗車しまーす。聞いてたけど、結構広いです。他の乗客の方もいらっしゃるので、下の方までは映せないんですけど、モニターもついてますし、割と広々してます。これ本当にいい旅ができそうだ。今いるのが展望デッキなんですかね。結構広いですよ。ここからゆっくり信濃地の紅葉を楽しめるんじゃないでしょうか。ちょっと興奮して何喋ってるか分かんなくなってますけど。乗り込む車両を間違えたので、1号車の方にやってきました。で、篠ノ井線の方でトラブルがあったみたいで、15分ほど遅れるっていうんですけども、乗務員室の後ろにも立派な展望席があるんです。これはもう、ぜひいっぱい使わせていただいて、たくさん紅葉を楽しみたいなと思います。イェイ。指定席付近に表示されている席に着いてみました。割とですね、前の席との間隔も広いですし、シートもリクライニング式なので、ゆったりくつろげる空間になってます。
特急シナノが出発したのでもうそろそろ出発の時刻ですね。もうまもなく出発です。あ、今ブザーが鳴りました。もうすぐ出発です。リゾートビューふるさと出発しました。10時5分出発です。行ってきます。これからリゾートビューふるさとの旅が始まります。この列車は2両編成で全車指定席です。お手持ちの切符の号車番号と座席番号をお確かめの上ご利用ください。次は四ノ湖院に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Resort View ふるさと Rapid Service and for 南の帰りの前発音。撮影に途中になって気づくのが遅れたんですけど、アテンダントさんから車内販売のメニューをいただきました。おバス停から車内販売で回ってこられるそうなので、軽めのものをいただいてみようと思います。あ、でもビールもいいな。次の四ノ湖院にはあと5分ほどで到着です。このままの遅れで参りますと、その後おバス停には10時30分。松本には10時53分頃の到着を見込んでおります。もうすぐ四ノ湖駅到着です。1番線の到着、お出口は左側です。四ノ湖を出ますと次はおバス停に止まります。おバス停が確かスイッチバックもあって、なんか有名な駅だっていうお話なので楽しみでいこうかなと思ってます。10時17分、四ノ湖駅に到着です。さあ、ここから乗車される方いらっしゃるんでしょうか。四ノ湖駅出発ですね。次の停車駅がおバス停駅です。こうやってゆっくりと信州の風景を楽しめるっていうのもなかなかいいもんだなって思いました。楽しゅうてしゃあない。いつもの僕なら我先にとばかりに全面展望を取りに行く迷惑行為に近いこともやりがちなんですけれども、リゾートビューふるさとの車内にはモニターがついてまして、列車の進行方向の風景を楽しむことができるようになってます。まもなくおバス停です。おバス停の次は松本に停車いたします。信州の名所と言われている善光寺内岸と千曲川、そしておバス停の長良宮が広がってまいります。九州日立線の夜明け越えとともに日本三大車窓の一つと言われております。列車はまもなくおバス停駅に到着いたします。これは急勾配の途中にある駅で使用するもので、全国でも数箇所のみと珍しくなった運転でございます。もうすぐおバス停駅です。10時42分発車予定しております。列車の遅れにより停車時間が短くなってしまい申し訳ございません。お乗り遅れのないようお気をつけください。今スイッチバックしてますね。下の方に街が見えるんですよね。すごいな。あ、今駅入りましたね。ここがおバス停駅かな。おバス停駅に着きました。おバ
バス停駅着きました。12分ほど停車するので、降りて実際の風景などを楽しみたいと思います。今いるのが、おバス停駅の展望台らしいんです。森山壮観という言葉がしっくりくるような、本当に素晴らしい景色です。今からご覧に入れます。下の方に線路が走ってまして、下の方に千曲平って呼んでたでしょうか。その景色と遠くに山があって、そして手前側には見事な紅葉が。お、今列車が通過していきましたね。いい景色が撮れました。おバス停駅まではあまり乗客の方もいらっしゃらなかったんで、かなり車内はゆったりとしてましたんですけれども、次の停車駅が松本駅です。もしかしたら乗客の方が乗り込まれる可能性もありますので、迷惑にならないように気をつけながら撮影を続けたいと思います。やっぱりいい表情した車両ですね。HB の E300、好きになったかもしれません、この車両。思いかけず記念撮影も撮ったんで、そろそろ出発の時刻なので乗り込みます。おバス停駅出発しました。10時46分おバス停駅出発です。次の停車駅は松本駅。あー、ここからどうなることやら。ただいまトンネルの中を通過中です。結構有名なトンネルらしいです。名前は忘れてしまいましたけど、ほんとこういうモニター画面が車内についてるのはありがたいです。なかなかこんなに綺麗に見ることなんかできませんから。アテンダントさんが車内を回られて買いました。スワロマンという地ビールです。まだお昼にもなってないんですけど、早速酒盛りしちゃいます。大変申し訳ないんですけど、開けますよ。開けられるかな。あ、ものすごい勢いで泡が飛んだ。あ、でも大惨事にはならなかったので、いただいちまいます。開けれるかな。ここから先はすいません。若干省略になってね。硬っ。ちょっと硬かった。じゃあ、いただきまーす。うまい。スーッと入ってきますね。光の反射で見づらいですけど、向こう側もずっと田んぼです。もう借り入れは終わってるみたいですね。ここは何という名前の駅なのか存じませんが、駅舎との背後にある真っ赤に染まった紅葉のコントラストが本当素晴らしいです。駅のホームも通り過ぎてしまいましたけどね。僕が心底を見たかったものがここにありました。面白いものを見つけちゃいましたよ。なんかのマスコットキャラクターみたいな。一緒に写ってみようと思います。すいません、ご協力いただいて一緒に映りたくなったので映ってみました。イエイ。展望デッキから遠くの山並みを見ているんですけれども、あれが北アルプスみたいです。山の頂のあたりがうっすらと雪をかぶっております。そうそう、大事なものを映してなかったので、お見せします。空き缶入れがここで、こっちに靴入れがあります。お手洗いここですね。ドアを開けたりはしませんが、1号車と2号車の間に男女共用のお手洗いあります。こっち側見ると飲料の棚があるんですが、アテンダントさんに声掛けをする必要があるということですね。勝手に取ってはいけないということになってます。洗面台がこうなってます。言われるまで気がつかなかったんですけど、めちゃめちゃ綺麗なイチョウの木がありました。
いや、山の方もすごく綺麗だな。紅葉が素晴らしい。この地点で2つの川が合流して、千曲川になるんだそうです。千曲川のさらに下流の方に、あの武田信玄と上杉謙信が5回にわたって戦ったという川中島があります。通うには大変なんですけどね。あ、鳥さんが飛んでいる。松本市は国宝松本城の城下町として、古くから栄え、もうすぐ松本駅に着きまーす。紅葉満喫編第1話、リゾートビューふるさと、長野松本編、楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の紅葉満喫編第2話は、引き続き、長野県で運行されている観光列車、リゾートビューふるさとの松本南小谷編を配信いたします。北アルプスを北上して紅葉を探す鉄道旅行、楽しみにしていただければ幸いです。もうすぐ松本駅に着きます。大糸線からは進行方向が逆になって、僕が駅を取っていた1号車は後部車両になるということですね。2号車が先頭車両になるので、必要であればシートを回転させてくださいというアナウンスがありました。乗務員の方に話伺ってみますと、特急あずさの遅れがあったみたいで、もしかしたら松本駅でもリゾートビューふるさとの利用者の方があんまりいないんじゃないかっていうことを聞きました。まあ、どうなるかは到着してみないとわからないんですけどね。最後までご視聴ありがとうございました。